これまでのやり方でこの子は落ちるのかな。本当のことを言っているだけだけど、褒められて照れるあなたも可愛いね。もう遅い。近づいたのはあなただよ。どうかな。あなたがいれば落ち着いて演技に臨めそうなんだけど。あなたのそういうところ、男を刺激するってわからないのかな。前に言ったはずなのに、僕はうんと悪い大人の男だって。僕にはもう関わらないで。嘘なのか本当なのか何もわからなくて、でも聞くのが怖い。不思議なものだね。この痛みにはとっくに慣れてしまったのに、あなたが怒ってくれるのを見たら嬉しいと思ってしまった。これまでの計算でしか動かなかった恋愛ごっことは違う。ずっとあなたに触れたかった。こうして溶け合いたかった。僕を受け入れようとしてくれてありがとう。